竜福寺は、愛知県名古屋市南区笠寺町を植え、新町八十三番地にある十一面観音を本尊とする新言州地山派の寺院。三号は、天根林山。一般には、笠寺観音の通称で知られる。尾張四観音の一つで、その他尾張三十三観音、名古屋二十一大師や名古屋七福神などの霊場の札所である。事伝によれば、 天平五年、そう、善光が、呼び継ぎの浜辺に打ち上げられた、夜な夜な不思議な光を放つ霊木を持って十一面観音像を掘り、現在の南区春すわ町にその像を祀る、天根林山小松寺を建立したのが始まりであると、いう。その後、約二百年を経て同具は朽ち、観音像はうろにさらされるがままになっていた。ある時、旅の途中で通りかかった。 藤原金平が雨の日にこの観音像を傘で覆った鳴海課長、太郎成功の家に仕える娘を見染め、とへ連れ帰り玉将姫と名付け妻とした。延長8年この縁で金平と姫により現在の場所に観音像を祀る寺が建立され、傘で覆う寺、すなわち傘福寺と名付けられたという。傘寺の通称、地名等もこの人名に由来する。 鎌倉時代には、達中寺院が派生し、そう、姉貝によって境内には、首郎が作られ、尾張三名将に数えられる盆昇が鋳造された。この影は、県庁三年の名があり、愛知県の有形文化財に指定されているが、大晦日には、除夜の鐘として参拝者もつくことができる。明治時代初期の廃仏希釈その他の影響で一時期、後廃が進むが、 昭和時代に、住職らの努力で流星を取り戻し、現在に至っている。役除けや藤原か平と姫の故事にちなんで、縁結びを祈る参拝者も多いという。尾張三十三観論、名古屋二十一大師の札所であり、また、昭和三十年頃には、名古屋市観光協会の講演により、大名古屋十二市恵み当時で、御年の守り本尊の普賢菩薩の霊場になり、 昭和62年には名古屋七福神の恵比寿の霊場になった。2月の節分会には豆まき祈祷が行われる。毎月18日の観音の縁日には祈祷が行われる。毎月6の月祈願日には祈祷が行われ、境内で青空し、六の市が開かれる。毎月第4土曜日にはマルシェ、観音広場が開かれる。第4土曜日が26日の場合は、 第3土曜日に開かれる。ハンドメイドの小物や安心安全な食材が参道に並ぶ。毎年8月9日は大工読日、9万9000日であり、祈祷が行われる。それと同時に多くの夜店が出展し、盆踊りや地元の中学校のジャズバンドによる演奏会なども行われる。二王門、本堂、西門、多宝刀、主郎の5つについては、 1992年10月5日付で、名古屋市の都市景観重要建築物等に指定されている。また、長寿社は2012年2月29日付で、登録地域建造物資産に登録された。ありがとうございます。